にも日暮らしの泣く頃に水たたり殺しを最後までお楽しみいただき誠にありがとうございました。これまでのシナリオとはお楽しみいただけたなら幸いです。今回の胸のすくようなバッドエンドは私個人としては大災害が実際に起こった時の惨劇の描写も欲しかったところだけど、そんなわけありませんでしたよ。またしても大バッドエンド。笑うしかないってのが本音でしょうね。なっはっはっは、毎回嫌な終わり方がエスカレートすると思ったらとうとうここまで行き着いちゃったわけですからね。みんな仲良しで死んじゃったのですよ。仲良しなのです、ニパー。そういう見方もあるのかな。毎回死んでる僕はもうごめんだな。たまには死なずにエンドを迎えたいね。死んだら、あ、後半戦突入だみたいな。さて、ではここで今回の会合に改めてご参加いただく各種でお迎えください。まずは監督こと入江恭介さん。ご紹介に預かりまして光栄です。どうもどうも。脇役だったわけですが、トータルで見てみるとかなり美味しい役だったなーなんて思って。本当ですわね。脇役にしては出番もセリフも多すぎで、しかもキャラが強すぎましたよ。今後どれだけ出番があるかは分かりませんが、その節は応援よろしくお願いしますね。ありがとうございました。では次に我らが担任、知恵ルミコ先生。どうもこんにちは。いろいろと登場シーンもあったのですが、今回カレー勝負で目立つシーンを見てカレーをバカにする人は許せません。ええ。誰もバカになんてしていませんよ。あ、知恵先生に席を空けてあげてください。さて、これでとりあえず全員揃ったってな。なるとあんなにまずくなるのか。七不思議の一つよね。なんででしょうね。さあ、ビールをつぎますよ。1、2、3。あれ、6人でしたっけ。僕も泡麦茶がいいのです。リカちゃんもお酒はダメ。ではレナさん、そろそろお願いします。はいはい。皆さん、ご清聴ですわよ。
さて、では毎回恒例の今回のシナリオ議論でも。とは言ったものの、今回のシナリオもケムにも。意見のある方は挙手をお願いしますね。みんな慎重。挙手ないね。じゃあ、私が先陣を切ろうかしら。申し訳ないんだけど、もう少しミステリアスな感じの。ああ、これがいいわね。ムードが出まくりなのです。では、高野さん、お願いします。多分ね、たたり殺しのシナリオだけを吟味しても謎は解け。そりゃ同感だね。ここまで物語が重なれば、そういう仕掛けがあることは明白だしね。そんな仕掛けありましたかしら。これが正しい例かはわからない。鬼隠しで前原くんが大石さんとレストランで食事をして、それが園崎さんに知られ。鬼隠しだけだと実に不思議な出来事ですけど、綿流しを読めば別に不思議でも何でもないことがわかります。劇中の私が入ったレストランは園崎系列の店だったという。園崎一族はこの辺りの飲食店やら何やらを経営しているわけですから。で、ケイちゃんの顔を知る者があの店にいて、それを私に伝えた。そういうことだね。日暮らしの物語は微細に大筋の設定においては多分4つの、例えばキャラクター設定。鬼隠しのレナは怖い人だけど、それは鬼隠しだけの設定。レナはレナで4つのシナリオに全く変わらない設定で出演しているということですね。全く変わらない設定というのは同感。僕がどのシナリオでも常に同じ場所で同じ死に方をするのはその最たるものだね。どんな物語になっても必ず同じ日に死にますですよ。綿流し編でお祭りの最中に高野さんと、あのシーンも他のシナリオでは描かれなかっただけで起こったことになっているのかもしれません。なっているそうです。綿流し当日のお天気や部活の内容、さとこのおじさんの帰宅など、いくつかのイベントを除けば。だとすると、新しい疑問、全く同じ環境で語られる物語なのに、なぜああも違う物語に。一般的なサスペンスアドベンチャーの視点で考えると、物語が派生する分岐。綿流しで言うと、お姉に人形を渡した、あるいは渡さなかったというあたり。あんな序盤の選択肢1個でバッド確定とは恐ろしい選択肢だね。ではたたり殺しに話を戻しますと、この場合ですと、私はずっとそれ以前、では一番最初の鬼隠しの分岐はどこなの。やはり劇中の私が登場してお社様のたたりに関する連続開始事件のことを話すあたりからだ。今思ったんですけれど、ちゃんと圭一さんがミオンさんの気持ちを理解して、それで大石さんも私のおじさんも現れなかったら、何も起こらずに平和に過ごせるってことなんじゃ。へえ、さとこにしちゃ本質ず、確かに言えてる。じゃあこの暗い物語は、大石さん、園崎さんのご機嫌を損ねないようにすれば、みんな幸せになれるということなのかしら。イエーイ、お姉バッドエンド用意。みんな気をつけてね。お姉の機嫌を損ねるとバッドエンド確定ですよ。な、何よそれ。シオン、あんたには次は容赦なく痛い目見させてやるからね。許してやるもんか。待てこら。これまでの物語の謎は全然解けないけど、どうやったらこの物語が大団円で終わるかの
になれる大石さん、五条徹平さんの服を、ミヨンさんの飲み用のペン、本当にそれさえ気をつければいいんですかね。そうそう、みんなは一つ大きな最後を忘れて、ひなみざわ大災害という天災を忘れた。天災は防ぎようがないですわ。村のみんなにガスマスクを配って引っ越してもしますの？あれはきっとお社様のたたりなのです。だからお社様を怒らせないようにしなければならないのですよ。なっ、ややこしい話になってきました。つまりお社様もお社様を怒らせないためにはどうすればいいのでしょう。ダムの計画そのものがきっとダメなんでしょうね。ダム計画がそもそもなければよかったんじゃないでしょうか。それは難しいわよね。だとしたらお怒りになったお社様を鎮める儀式が必要。鬼ヶ淵の熊に捧げ物を鎮める、あの儀式。捧げ物って何をお社様に捧げる。いや決まってるでしょう。どんな軍旗にも関係なく話の流れから脱落が確定している人だよ。どうせ死んだらひなみざわのための人柱になってもらわなくちゃね。その脱落が確定している人ってやっぱり僕のことだな。やっぱり次郎さんはこの物語に欠かせないお役目を立派に果たしてちょうだいね。これで今度こそグッドエンドの大団円。せっかくだからちょっとやってみましょうか。役者は全員揃ってることですしね。いやあ、私が北条おじですよ。はいはーい、行き場をなくしてロンリーブ。早くひなみざわに帰って、ではひなみざわにバイクで帰りますか。火を入れてカチッカチッ。私です。私の名前はクラウド。ジャジーでブルースな感じがだいぶイケてるナイスミド。次回の台本読みで相変わらず忙しいって。まあいいや、今日の俺は機嫌がいいから嫌味はなしにしてやるぜ。シオンはいるか？
あれ？今ここで発表しちゃうんですか？とはいえ、もうすでに分かってる人たちもいるでしょうけど、シオンさんとケイイチさんの二人っきりの秘密ですって。何よそれ。聞いてない、聞いてない、聞いてない。推理はまとまるどころか、ますます煙に巻かれ